岩崎俊一博士は1926年に福島県で生まれました。鉄道省で働いていたお父様は温和な人柄で部下から慕われていたそうです。岩崎博士ご自身も叱られたことはなかったといいます。教育熱心なお母様は日本が戦争に向かう厳しい時代にもかかわらず子どもたちにはしっかりとした教育を受けさせました。岩崎少年は大きくなるにつれ科学に興味を持ちエンジニアになる夢を抱きました。しかし中学3年の時に太平洋戦争が勃発、国を守る志に燃え海軍兵学校に入学しますが2年弱で終戦を迎えました。戦時中に通信工学の重要性を痛感した若き岩崎博士は戦後東北大学通信工学科に入学します。アナログ磁気録音で世界的に高名な永井健三教授に師事しながら磁気による記録の研究に没頭しました。そして大学の研究室に残り水平型磁気記録を行う画期的な性能を持つメタルテープを発明しました。しかし博士はこの研究の過程で現状の水平磁気記録ではいつか必ず容量に限界が来るはずだと実感、将来を見据え垂直磁気記録を考案します。この方式は水平ではなく垂直に磁気を配置し情報を記録することで信号の記録密度を飛躍的に高めるという画期的なものでした。1975年の国際会議で垂直磁気記録の着想を世界で初めて公表し、その2年後の1977年にその方式を発表すると世界中で大きな反響を呼びました。しかしこの発明を実用化することは決して容易なことではありませんでした。垂直磁気記録のために磁気ヘッドや記録媒体までも新たに研究を始める必要があったからです。博士の研究は困難を極め、あえて垂直磁気記録方式に挑む研究者は少なくなりました。その頃博士の心を支えたのはある一冊の本でした。フレミングの生涯。この本はペニシリンの発見者であるフレミングが実用化に至るまでの20年間のロークを綴ったものです。ご自身の発明を実用化することに苦労されていた岩崎博士はこの本に大いに勇気づけられました。そんな中企業の第一線で活躍するかつての教え子たちが博士の考えを実現しようと支援の手を差し伸べてくれたのです。その頃いたマスターコースの学生たち、これが僕の執念をよく理解してくれて世の中に日の目を見るようになった、そういう弟子たちがちゃんと受け継いでくれたという。ですから私自身は研究者と同時に教育者だったんだなと。さらに日本学術振興会、秋田県高度技術研究所の講演を受け研究は大きく前進しました。長年の粘り強い研究には家族のたゆまぬ協力も欠かせなかったと博士は言います。研究一筋で過ごしてきた博士の一生の思い出になった出来事が2つあります。1994年に皇居松の間で講書始めのご進行を行ったこと、そして2003年に国家の勲章である瑞鳳重光章を受章したことです。それは60年間博士を支え続けた陽子夫人にとっても大きな喜びとなりました。現在大容量ハードディスクドライブは高度情報化社会の基礎を支えるテクノロジーとなっています。今年2010年は全世界で生産されるハードディスクドライブが水平から日本独自の発明である垂直方式に変わる記念すべき年となります。
まず先見性のある確かな構想を立てること。先見性は独自の実験技術と革新技術に対する歴史観から生まれます。次に勇気を持って第一歩を踏み出すこと。全く初めてのことを実行するには大きな勇気がいります。さらにそれを人々の役に立つまで続けること。このためには多くの協力者あるいは組織が必要になりますが、これも研究のうちです。ピーター・ビトーセク博士は1949年にハワイのホノルルで生まれました。ご両親は共に弁護士。お二人は交換学生として来日した時に出会いました。ビトーセク博士の育った家は熱帯雨林の中の小高い丘にありました。この動植物にあふれた環境がやがて生態学や生物学に興味を持つ博士の原体験となりました。高校時代のビトーセク博士はハワイの自然を満喫しながらスポーツに熱中したり、本や新聞をむさぼるように読んだりして過ごしました。ハワイの高校を卒業後、マサチューセッツ州のアムハースト大学に進学し、両親と同じ弁護士を目指します。そんなビトーセク博士が大学3年の時、転機が訪れます。イギリスの生物学者チャールズ・エルトンが書いた侵略の生態学に衝撃を受けたのです。そこに綴られていた外来種の脅威はまさに博士自身もハワイで目にしていました。生命はその土地の生態系システムが持続してこそ生存できる。自分の目指すべき方向が見えてきました。1971年に政治学部を卒業後、生物や生態学の研究に進路を変更。ニューハンプシャー州のダートマス大学に進み、生物学の博士号を取得しました。その後インディアナ大学で教鞭を取っていたビトーセク博士はパメラさんと出会い結婚します。生涯の伴侶を得てさらに研究に打ち込む博士は1984年にスタンフォード大学の教授になりました。博士はパメラ夫人とともに積極的にフィールドに出て研究を続けます。メキシコ、コスタリカ、ハワイなどを回りながら熱帯雨林や農業での窒素とリンなどの循環について調査しました。例えば肥料が少ない畑では作物の出来も悪く、栄養素を土壌から摂取するため畑が痩せ細り、耕地面積を増やすための森林伐採などにつながっています。一方、多すぎる肥料を与えられた畑からは作物は立派に育ちますが、過剰な肥料の窒素やリンなどが外へ流れ出します。流れ出した窒素やリンは大気や河川を通じて運ばれ、海や湖の不栄養化や生態系の破壊など深刻な問題を引き起こしています。 I think that the ability of our species to produce and mobilize nutrients has been crucial to our ability to enhance food production and so feed our expanded global population. But at the same time, theindirect effects and consequences of our purposeful alterations of the great element cycles of Earth have been profound. ハワイはビトーセク博士にとって故郷であると同時に、研究者としてもさまざまな刺激を受けるところです。同じ研究者であるパメラ夫人と二人の子供に支えられながら、博士の地球を相手にした研究は続いています。自分の直感を信じてください。それが研究分野を選ぶ時の決め手となるでしょう。己に厳しく自己批判を忘れずに、それが研究を形作る一番の指針となるでしょう。
粘り強くあること、それが研究を完成させるのに最も大切になるでしょう。最後に一言、楽しいことばかりではありません。それでも全体を通してみればきっとどの家庭も楽しめるはずです。